ボジミエシュ、ボイチェフ・スモラレクは、ポーランドの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。息子のエウゼビウシュ・スモラレクもサッカー選手で、ポーランド代表として活躍している。スモラレクは1974年に、ビジェフ・ウッチで、選手キャリアをスタートすると、1980年にレギア・ワルシャワへ移籍。ビジェフでは、ズビグニエフ・ボニエクラと共に二度の、 ポーランドリーグ優勝に貢献。ボニエクがイタリアセリエ A のユベントスへ移籍した後は中心選手となり1985年のポーランドカップ優勝に貢献した。1986年にドイツブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトへ移籍。フランクフルトでは1987-88シーズンの DFB ポカール制覇に貢献するなどの活躍で 人気選手の一人となった。1988年からは、オランダのフェーエーノールと FC ユトレヒトでプレーを続け、1996年に39歳で現役を引退した。ポーランド代表としては、1982年に代表デビューを飾り、1982年の FIFA ワールドカップスペイン大会3位入賞、1986年の FIFA ワールドカップ、 メキシコ大会ベスト16進出に貢献。メキシコ大会決勝トーナメント1回戦のブラジル戦を最後に代表から退くまで国際 A マッチ63試合出場13得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、2000年からフルスノフェーノールとのユースコーチを務めていた。2012年3月6日死去。54歳没。ありがとうございます。